さあオリックスですけども、今年のオリックスは2年連続優勝争い、そして2年連続 A クラスを決めたということで、素晴らしいシーズンを送っているわけなんですが、この2年間ですね、オリックスドラフトの成功っていうのも非常にありまして、2020年の最後の指名だった阿部翔太投手、そして育成の宇田川投手、牧田さんがゴリ押しをした中川圭太選手、そして2018年のドラフト2位指名、大学代表4番の頓宮選手らが台頭したということもあって、なんとか一時は首位と 11.5 ゲーム差開かれたんですが、単独首位に立つほどの快挙を成し遂げたということでございます。ただ来年以降のことを考えると、ドラフトが上手いだけではなかなか黄金期は作れないというか、上昇グナは作れないということで、補強というものをやらないといけないわけですよね。補強といえばまず一番に上がってくるのが FA ですけども、 FA はその市場によって参入する参入しないというのがあると思うんですよね。去年の松吉投手も同じような狙いかなと思うんですが、補強ポイントに合致しているかどうかっていうところもその状況次第だと思うので、毎年補強できるとは限りません。そうなってくると FA 以外の補強といえばトレードと助っ人ということで、今回はこの助っ人にターゲットを絞ったお話をしていこうかなと思います。ここ最近ですね、まあプロ野球、日本のプロ野球のレベルがぐっと上がって、今までだったら 3A でこう無双してた、レベルでも通用してきたんですが、特に今年は投高打低という色も強くて、 3A 無双レベルだと NPB のレベルに追いつかないという状況になっております。そのため、ここ最近トレンドなのがメジャーで、それなりに実績のある選手、もしくはジャイアンツのウォーカーのように安い年俸で獲得をして、自分たちの色にこう染めていく、育成をしていくというようなパターンがあるのかなと思います。助っ人外国人、アメリカだけじゃなくて阪神のように、韓国リーグの助っ人外国人に手を出す球団も、最近増えてきているということで、ここ最近韓国の選手に NPB の複数球団が興味を持っているという情報を、まあ、目にしたので、今回ご紹介させていただきました。まあ、複数球団なので直接ねオリックスっていう風な名前は出ていないんですが、オリックスの可能性がある以上、まあ、ご紹介していこうかなと思います。はい。で、韓国で言えば先ほども言った通り阪神がね非常に積極的ということで、今年で言うとロハスジュニア、アルカンタラが韓国リーグ経由で阪神に入団しました。去年だと、サンズとかロサリオとかも今まで、いるわけですよ。今年に関してで言うとヤクルトのスアレス、そして西武の某高橋投手が韓国リーグ経由でNPB に参入をしてきたわけなんですけど、この二人で言うと某高橋投手が今年27試合に登板して防御率が 2.56 と非常にこういい数字を残しております。まあ、そんな中で NPB が非常に複数球団関心を持って、韓国の助っ人外国人ということで一人ご紹介したいのがケイシー・ケリー投手ですね。2008年の MLB ドラフト1位の、まあ、投手なんですが、非常に高身長、190センチ、以上ございまして、今年ですね20試合に、まあ、登板をして防御率が 2.74 と素晴らしい、まあ、成績を残しているという選手でございます。実際にも13勝はしているんですけど、特徴としては150キロが満たない、まあ、真っ直ぐを持っている投手で、ツーシームがメインの投手です。その他にも3つの変化球があるんですけど、まあ、こうねショートアームっていうのがすごく特徴的で、割と映像を見たんですが好みの、投手でございます。なんかそんなにコントロールが破綻しないのかなとも見てて思うんですけど、イニングもですね171イニング、まあ、消化しているということなので、バキバキにも先発タイプとして期待をされている投手なのかなと思います。で、同じく韓国リーグでもう一人注目されている選手がウィルマー・フォントということで、同じく32歳の、投手でございます。今シーズンですね23試合に登板をしていて、防御率が 2.5 45イニング、まあ、消化していて、この投手も150キロぐらい、まあ、満たない送球なんですけども、4球種持ってるんですね。で、投げてる感じがすごくこうボールが重そうなんですけど、若干変則というか結構こう上半身だけで投げてるように見えてしまうんですけど、個人的にはちょっと癖もあるっていうのもあって好みではない投手になります。まあ、そんな中でこの32歳の2人の投手に対して、個人的にね好みがある、好みがない、それはもう僕の勝手な感想ですから、オリックスがこう興味を持つのかどうかっていうところがすごく大事なんですけど、肝心のオリックスは福良 GM が就任した2019年以降、韓国経由の助っ人外国人っていうのは一人もいない状況になります。そして年齢は投打ともに30歳までなんですね。一番年齢がいってて、30歳の打者がバレラ、投手はリドルなわけですよ。この傾向からするとですね、2人ともないんじゃないかなと思うんですね。
じゃあこれで終わるのかっていうとすごく寂しいなと思ったので、来るかわからないけども興味を持ってるんじゃないかというスケート外国人2人ご紹介していこうかなと。ミゲル・アンドゥーハン27歳の選手なんですけど、非常に大きな体格をしているんですが、右投げ右打ちのサードとレフトを守れる選手ということで、オリックスとしてはなかなかのドンピシャ具合なんじゃないかなと思います。でこの選手2018年にヤンキースで149試合に出場していて、2割9分7厘170安打を記録、27本のホームラン、92打点 OPS が8割5分5厘ということで、まあ、素晴らしい成績を引っ提げて大谷さんと新人王争いをしました。まあ、最終的には打つ方で22ホーマー、投げる方では4勝記録したということで、ベーブ・ルースさん以来の50イニング登板、メジャー史上初の20本ホームラン、そして50奪三振ということで、10試合20ホーマー10盗塁などいろいろこう偉業を達成した大谷さんに新人王を破れてしまったわけなんですけど、通算のメジャーのキャリアは5年なんですが、34ホーマーで114打点 OPS が7割7分8厘打率が2割7分8厘ということで、数字としては非常に物足りる数字なんじゃないかなと思いますし、サードとレフトっていうね、オリックスとしては補強としてはドンピシャなので、この選手がまあメジャーの40人の枠に外れたということなので、なんかオリックスが興味持ってたら非常に面白いなという選手でございました。そしてもう一人がアメリカの独立リーグで2冠王を今年達成した助っ人外国人でございまして、 NPB のなんと12球団をフォローしているということで、日本に売り出しているのかなという選手なんですけど、コートニー・ホーキンス28歳でございます。10年前のドラフト1位の選手なんですけど、この選手は右投げ右打ちの外野手になります。今年は打率2割9分8厘ホームランが48本、打点125と OPS も素晴らしい数字が出ているんですが、コートニー・ホーキンスの場合は気になるのが、そのアメリカの独立リーグのレベルですよね。そこで非常に大きな目安になるのが、今ジャイアンツで活躍をしているアダム・ウォーカー、元アメリカの独立リーグ出身ということで、まあ、安く年俸は抑えられて、非常にこう巨人が育成をした、守備面でも亀井コーチが育成したなんて話題が上がったぐらいですから、まあ、そういうパターンの代表格になるわけですよね。でウォーカーは今年2割7分4厘 OPS8 割超え、長打率も5割超えということで、メジャー経験がないんですが、まあ、素晴らしい成績、日本の野球にもこう順応しているという数字になっております。で今年巨人に来る前の去年の成績は3割2分、33本のホームラン、打点110ということで、独立リーグで2年連続 MVP を獲得しています。2020年、そして2019年ともに22本のホームランを打ってるということで、独立リーグでウォーカー並みの数字を残していたのであれば、非常にこう期待ができるんじゃないかなと思うんですが、実際にウォーカーよりも率は落ちるんですが、長打は非常にこう多いということなので、この12球団をフォローしている、どの球団に売り出してるのか、そしてどの球団がこのコートニー・ホーキンスに目を向けるのか、わからないんですが、まあ、オリックスがフォローされている以上、右投げ右打ちの外野手っていうことで言うと、まあ、おそらく両翼だと思うんですけど、今年の両翼で言うとね、まあ、ラオウが非常にこう不安定だということと、頓宮、中川圭太がずっと出れるかもわからないですし、正尚も DH の方がいいっていうことを考えると、まあ、レフトという選択肢もあってもいいですよね。実際に、ファーストとかレフトにマッカーシーが守るぐらいなので、であれば、コートニー・ホーキンスが守っている試合の方がなんか見応えはあるのかなと、個人的には思いますし、ミゲル・アンドゥーハに関しても宗選手が1年間ずっとディズパリっていうのも体的にもしんどいと思うので、そういうスペア的な存在としてサードという選択肢がある助っ人が1人いてもいいんじゃないかなというふうに思ったので、この2人合わせてご紹介をさせていただきました。ということで今回の動画ではですね、韓国リーグにいる助っ人を NPB の複数球団が興味を持っているということで、オリックスが関係しているのか、そしてオリックスが獲得するのかという話と合わせて、この二人あんまり縁がなさそうだったので、むしろオリックスに縁があるのはこの選手なんじゃないかということで、オリックスをフォローしている、アメリカの独立リーグで活躍している選手、そして新人王争いをした選手が40人の枠に外れてしまったので、オリックス動かないかなという話でございました。今年の助っ人ね、まだシーズンが終わっていないので、まだまだちょっとわからない点あると思うんですが、今日ご紹介したこの4名について何か思うことをもしあれば、ぜひコメント欄の方に残してもらえたらなと思いますし、韓国リーグ経由の助っ人でも大丈夫です。アメリカの独立リーグの選手についてでも大丈夫なので、お待ちしております。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。